今現実親のちょっとかいあのお世話になってるんですよ、施設に。お洗濯物だけ1週間に1回取り替えに行ってる状態なので、やっぱ毎日釧路1人とか出てるのでちょっと心配ですけど、なんて言うんですか、なんかまだちょっと実感はないです。一方、 GoTo トラベルで回復傾向が見られる函館朝市では、実際 GoTo になってやっぱりね、道外の方 もう本当に増えているので、さらに気をつけてはいたけど、もっと気をつけようとは思う。本州の人に対してね、ちょっと、控えられるんじゃないかな、風評被害じゃないけど。風評被害も懸念される中、消毒などの感染予防を徹底することにしています。